前回のお団子の印象によってこう変わるあれこれに続き、今日はお団子のやり方のコツについてレクチャーしたいと思います。こんにちは、あこです。今日もあこティーチャーです。いつもお団子とか、ヘアレンジはインスタグラムでも投稿しているんですけど、今回はもうちょっと細かく、あとはこの1本の動画でまとめられるかなと思うのでやってみますので、要チェックしてみてください。ちょっと分かりやすいように今日高い位置でお団子しますね。その位置を決めて、手ぐしでガーッと毛を持ってくる感じ。アンニュのヘアゴムで留めます。はい、お団子を作ります。この結んだだけのこのお団子ね、これで、このお団子のこの輪っか部分を広げて前に持ってきて、こういう感じで、これをピンで留めます。見えますか？見えるかな？ここね、この2つのこんな感じ。そしたらこの毛先出てるこの毛を、私はロングなので2回ぐらいグリーンといっちゃうんですけど、ボブの方だったりミディアムの方は毛がある限りでぐるーんと、でこの毛先も最後ピンで留めて完成。はい、続いてのお団子に行きます。2個目のやり方は、使うのは2つだけ。アンニュのヘアゴム1個2個のゴム、ピンは使いません。ピンを刺すのが苦手な方とか、毛量が多くて重さで結構崩れやすいっていう方もおすすめのやり方です。まず同じして、でこの時にまた輪っかを作ってこんな感じで、これでこの紙をまた巻きつけて、これをね、上からゴムで固定しちゃうんですよ。ピンじゃなくて2回転ぐらい完成これ本当に崩れなくて、もう私はこのお団子のやり方しかしないぐらいめちゃくちゃ簡単で楽なので。しかもなんかスポーツする方からの質問もあったんですけど、ピンを使わないので崩れづらいし、なんだろう、誰かとこう接触したりとかしても危なくないので、そういうスポーツする方にもおすすめのお団子です。お団子部分がぽよんぽよんと崩れてしまいますっていう意見がありました。似たようなこう崩れやすいっていう、メッセージが多数いただいたので、ちょっとそれにお答えしたいと思います。はい、ではお団子を作っていきます。崩れやすいポイントとしては、まずこの最初に輪っかを作るんですけど、この輪っか部分がこう緩くしようとしすぎて、なんて言うんだろう、大きすぎるとこのあとこうやってこう崩したりとかしても、こう毛が余りすぎてポヨンポヨンしてしまうので、これも崩れやすい原因かなと思います。この最初に作るお団子は、ちっちゃめなんだろう、こうちょっと硬さがあるぐらいの方がいいのかな。本当になんかもう余裕が、ちょうどもうこのピョンって作るこの輪っか部分にも指一本入るぐらい、本当にこのちょっと硬さがあるぐらいの、最初輪っかにしておくのがポイントです。続いてピッチリしすぎてしまう、逆にもう少しなんか緩い雰囲気が出したいっていう、声もあったので、そういうちょっとお団子も紹介してみたいと思います。
こうやって結ぶときに、この毛先が巻いてあると思うんですけど、あえてここを出しておく。で、ここの部分だけさっきの最初にやった引き出してグイーンと前に持ってきてピンで留めます。こんな感じ。この後ろ側もまた引き出して、この輪っかの端っこを広げて留めます。こんな感じで、お団子分は緩くなるから、あとここの結んであるここのここもちょっと緩くしたいから、少し引っ張ってこうやって緩くすると、絶壁が気になる方とかもここの毛先で隠れるし、ここをちょっと引き出すとふんわりするから、ちょっとおしゃれな感じになるかなと思います。で、ここに毛先がこうやって出てくるだけでもなんかボリューム感も出るし、頭の形が気になるとか、なんか小顔に見せたいとか、そういう方はこのあえて毛先を下ろしたままの、お団子も可愛いかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はアコティーチャーによる、お団子の作り方編でした。少しでもお団子を作る上での参考になったら嬉しいです。お団子っていろいろバリエーションによってシチュエーションに合わせても、やっていけるアレンジだと思うので、ぜひこの動画を参考にして練習してやってみてください。では次の動画で会いましょう。ありがとうございました。アコティーチャーでした。バイバイ。